ょっと可愛いカールになるので、ゆるふわで可愛いのでぜひ試してみてください。こんにちは、大阪のトランクで働いている千秋です。今日はこのキヌードさんのアイロンを使って、ワンカールでできる可愛い巻き方をお伝えしていきたいと思います。まず全体8上ぐらいで半分に取って、この上をまず留めておきます。で、この下から巻いていきます。まずこの下、だいたいバックとサイドで2つぐらいに分けて、まずここを巻いていきます。ここは外羽に巻いていきます。だいたい1回転半、熱がしっかり通るまでちょっと確認しながらやっていきます。で、熱が通ったら外して、その後ろも巻きます。1回転半です。で、結構太めに束を通っているので、熱が通るまで少し時間がかかるので、しっかりと熱が通ることを火傷しないように注意して確認しながらやっていきます。こんな感じですかね。こんな感じ、ちょっとやりすぎかなぐらいやっちゃって大丈夫なので、こっち側もやっていきます。こちら側も半分に取って、外羽に1回転半巻いていきます。で、熱が通ったら外します。こんな感じです。な感じで大丈夫だと思います。じゃあ次この下いきます。この下はまた半分に取って、今度は内側に巻いていきます。内巻きです。内巻きにまた1回転半巻いてください。で、熱が通ったらこんな感じで置きます。後ろも1回転半巻いていきます。で、ここも熱が通ったらこんな感じで OK です。はい、逆側、逆側も半分で通って、ここも1回転半でしっかり熱を通して外します。で、最後この後ろも1回転半です。こんな感じです。で、最後にワックスまたはオイルでしっかりと全体をほぐしてあげてください。こんな感じでしっかり揉み込んで、外に巻いたものとカールと内に巻いたカールをなじませるような感じでやってあげると、ワンカールでもすごく簡単に可愛く巻けるので、こんな感じで全体にオイルをなじませてやってあげてください。そうするとこのぐらいゆるっと可愛いカールになるので、ゆるふわで可愛いのでぜひ試してみてください。ありがとうございました。